佐野坂井です。大鳥居支局長のノッチです。宣伝担当のラッチコです。キュッキュッ。ノッチがパーティーに参加しました。はい、もうみんなやってきた。来ました来ました来ました。おー、挨拶をしないとね。文字が大きくなって知ってますか。こんにちは。おー、大きくなってる。こんにちは。こんにちは。よろしく。あと、T 隊長が隠してた、はい、あのシステムを紹介してください。あ、オートワードですか。オートワード、オートワードはですね、これ Steam でも設定できるんですけども、いろんなこの条件の時にですね、自動的に言葉を発してくれるシステムです。これ面白すって、こうあのミッション開始時とかに登録しておくと、あのミッションカウンターの時とかに、はい、あの追い越え面白すって自動的に言ってくれるんですね。ああ、なるほど。なので、戦いながらってなかなかコミュニケーションって大変じゃないですか。そうなんですよね。なんでそこをちょっと助けてくれるんですね。結構これをやるとやっぱ個性がすごい出ると、まあ、そこは間違いないですね。顔文字とかも使えるんですね。顔文字も使えます。使えますね、顔文字。あ、旅に出かける前にですね、はい、パートナーカードを交換しておいた方がいいです。パートナーカード、パートナーカード、パートナーカードっていうのは、まあ、自分の名刺みたいなものですよね。はい、まあ、今パーティーにいるメンバーがいるので、はい、カードを渡します。渡します。みんなに渡すんですか。みんなに渡してください。はい、で、もらったカードは同じところのカードを受け取るから。お、来てます。こうやってカードを受け取ると、はい、後からシンプルメールっていう機能が使えますね。シンプルメール、あ、これですね。ミッションしてる友達とかに、うんうん、今から遊ばないとかってメールを送ったりとか、そういうことができます。あ、なるほど。シンプルメール送信。ついやってる時なんか真面目なんですね。シンプルメールが送信されて、シンプルメール来ると、はい、あ、ピコって、ほんとだ、音が鳴りました。あ、すごいです。おい、おい、これってきます。おい、これ酒井さんが、あとラッピー木村、キュッキュッってきます。かわいいですね。ミッション中でも届きますからね。あ、お、そうなんですか。おお、ミッションをやりながらみんなでメール交換ができると。はい、そうっすね。これじゃあ、そろそろ、はい、行きましょうか。行きましょう。じゃあ、海の底の古代遺跡っていう海底レリクスのミッションを選択します。まあ、モンスターはレベル1以上なので勝てるんじゃないかなって、うん、はい、開始。はい、なので、はい、続けてください。はい、海底レリクス、危険性を探れ。お、お、ラッコです。これオートワードですね、さっきとお話したドリクルコンティニュー。これ面白い。おい、これ面白いです。今頃メールが届きましたよ。おすごい、メールチェックしていいですか。ダメ。チャージショットみたいな使ってください。はい、使ってます。あとチェインをいっぱい貯めて、チェイン貯めて、チェーンを貯めたら、酒井が、うわ、やられる。逃げて、逃げて、逃げて、逃げて。強くすから、強くだ。あ、あ、あ、やばいやばいやばい、死んじゃう。よっしゃ、助けて、助けて、助けて。お、しっかり今入った。今、オートワード。オートワードです。オートワードやっぱりいいですね。便利ですね。何もしたけどコミュニケーションが取れるんですね。レベルアップの時とかやっぱりみんなおめでとうとか入れてあげてほしいな。あー、嬉しいですね。戦闘してるとね、言えないんで、言えないけど言ってあげたいっていう気持ちがちゃんと、うん、これブーストエネミーだよ。大事なことだから2回言ったらやったぜ。お、いいっすね。今レベルアップは、レベルアップ、俺も上がりました。 お、すごい、みんななんかレベルアップしてる。よっしゃ、ちょっとこのいいですね、充電の。チェーン貯めてるの。はい、あとは保とうと思って。あ、間違えた。チェーン潰し、チェーン潰し。本当役に立たない一人前っていうもの。あー、
急回避。緊急回避ね、小ネタですけど、相手をロックにしながら緊急回避回り込んだと思います。本当ですか？今の上完全に輝いてるんで、Lボタン押したね。その間知りましたけど緊張なんか、つい話したくなるんですね、変なもんで。なんか寂しくなって、でも楽しいですね、みんなでやってると。なんか助け合いみたいな、声かけながらやると楽しいんです。声かけなくてもオートワードでやると結構声をかけてるような気分になれるっつうのがいい。ああ、そうですね。すごい。なんか今俺の中で激しい音が。今ピロって何来ましたよ、赤いアイテム。ほら皆さんご注目。これどれ。これです。取った。取ってください。取ります。キー隊長。キー隊長。シャープポペすごい。ちょっと羨ましい。装備してよ。装備しましょう。装備できる？できないですね、残念ながら。残念。レベルが足りないです、圧倒的に。おめでキュー。なかなかレベル1のモンスターばっかりだけど、こんなに強いですね。ガンガン進めるって感じじゃない。あの子はもう走って俺を狙ってくるんじゃない？やった。やったぜ。レベルアップ。ブロックさんですよ、次は。もう、おもうなんか近いっすね。ボスですよ、やつは。気合い入れていくぜ。おっと、なんか、いきなりやってきたよ、これ。恐ろしいおばさん。やってきた、やってきた、やってきた。おでかい。うわ。よっしゃ。飛んだ。あ、逃げて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 。お今のガードすごいな、これ。お輝いてますよ。ジャストガード来たね。ジャストガード。ジャストじゃないジャストじゃないジャストじゃない。おおやばい、赤い赤い赤い。もっち回復、もっち後ろからこれ4人いたら前、なんか2人が前とかできますよね、うん、できますよね。で、私は後ろからとか。じゃあ後ろからで、じゃあ私は後ろからでみたいな、そういう反応だぜ。ガード、ガード、あー来たー来たー。よしよしよし、逃げて、緊急回避。これ美味しくないですか、ノッチ。あ、え、ちょっ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 、戻ってくるまで待ってる。待ってて。あ、ピケ隊長。おい、これ大丈夫ですか？今命がけでチャット打ってたんですけど、本当に強いですね、これね。ちょっと待って、よいしょ、このクリスタルで。まだ粘ってるから。おい、これ強すぎた。今、正当様になったのに、おい、これ強すって言わなかった。あ、そうっすね。実は登録をサボっていたのすごくネタとして良かったのに。あ、強す、強す強す言うてる。こういう時は近づかない方がいいですよね。あ、よっしゃ、いけ。いつの間にか戻ってきましたよ。逃げてー。よし、はいはい、チェーンを貯めろ。足チェーンしろ、チェーンしろ、チェーンしろ。いやいやいや、いけー、やったー。うわー、うわー、はいはい、まだつない。あ、ダメだ。ほらー、あー、ジャストガード、うん、意外とつないな、これ強い、強す。おあ、よし、おお、どっちレベル、あ、レベルアップ。おお、ありがとう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 、超ありがとうって感じ。感謝し合ってる。超進化ですね、超進化。なかなか、あ、いや面白かったっす。白熱した戦いでしたね。白熱した戦いでした。じゃあ一回町に戻りましょう。はい、戻ります。本当はこの後、まあ、ショップに行って買い物をしたりとか、もう一回その用意を、準備をして、またミッションに。なるほど、今稼いだから武器とか強化したりとか、うん、